って約6分のこちら、舟島源泉雪降りの翔さんです。なんだろう、もう大きい施設が。早速中に入ってみましょう。楽しみ。すごい綺麗な施設ですね。もう入り口入る前から落ち着いた雰囲気、水のせせらぎっていうのかな。じゃじゃん、わっ、雪降りのショーのフィットネスあるんですか。フィットネスもあるんだ。へえ。じゃあ入ってみましょう。旅館みたいですね。こちらがお財布代わりのバーコードになります。いってらっしゃいませ。ありがとうございます。めっちゃクマちゃんいっぱいいる。でかい。見て。でかい。何コーナーだろう。多分あんまり遊ぶとこじゃないよね、ここね。ごめんね。本当にお邪魔しました。なんかテレビで見たことある。なんかすごい、あ、お食事所もすごい整ってる。すごい。サウナグッズとかもね、いっぱいあった。絶対これの匂いだ。なんか入ってきた時すごいいい匂いしたんですよね。ねえ、ちょっと嗅いでみよう。あ、ヒノキの香りだ。そうそう、なんか和な匂いがしたんです。こっちは、なんだ、フローラルな感じの香りかな。大浴場からかな。見て、アイスも売ってる。お風呂上がりに暑い時に。しかもすごいおしゃれなアイス。すごい。かわいい。インスタ映えだ。行ってみよう。2階が大浴場って言ってた。私こういうお風呂屋さん大好きなんですよね。もう朝から来て夜まで入れちゃう。一日中過ごせますね、これは。ここだ。見て、ジム、フィットネスって書いてあったやつだ。会員制なのかな。すごい設備整ってます。なんかうちの近所の会員制のジムよりもいっぱいある。すごい。
と本日特別にお得湯で撮影させていただくことになってます。ドキドキ入っていいのかな、なんか入っちゃいけない気がする。あーすごい綺麗、こんなのって、外気浴できるんじゃない？これ。やばい。ドキドキドキ。入ってみようかな。ちゃんと見て、
弱と中と強で分かれてます。あ、待って待って、ツルツルしてきた、ゲーセンダブルな、あ、来て電気風呂に気を取られてたんですけど、黒湯だ、ほら黒い、すごいツルツルです、すごい、こんな冬の温泉の電気風呂初めて、じゃあ感じる、ジャックから言ってみようかな、こんなに分かんないかも、ジャック、ジャックあんま分かんない、注意、なんかくっつけられるじゃないですか、電気のやつ面白い、お尻だけ、お尻だけ攻撃されてる、最初と感じ方が変わってきました、最初はバフ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 って感じの、あの本当整体に行って電気のやつ貼り付けられて、なんかパチパチさせられてる感じだったんですけど、今なんかすごいじわーっと終わった急に終わった、ちょっと銃で結構来てたから今日怖いんですけど、お邪魔します、あいやーえ、待って、怖い、いやー今日ダメです、ちょっと今日ダメです、違う種類のお湯になってるんです。
と炭酸泉、炭酸風呂は日本初だそうです。あーすごい、確かに見たことない。炭酸風呂はね、よく見かけて、なんかあわあわしてる、すごいシュワシュワしてきた。あー見えないけどシュワシュワしてます。次は、源泉岩風呂。すごい嬉しい。あの全部ちゃんとこの源泉使ってるのが段差があるんですね。こちらも今度は 39.6 度。なんか結構温泉、天然温泉ありみたいな銭湯さんでも一箇所だけとかのところも多いと思うんですけど、なんかどこ行ってもこれ使ってくれてて、ジャグジーだけ違うのかな。これめっちゃ嬉しい。すごいツルツルになる気がする。外にはスチームサウナがあるみたいです。中はね、フィンランド式サウナだったけど、外はスチームサウナなんだな。五右衛門風呂みたい。すごい、暑い。さっき入ってたところちょっと暑いです。わあ気持ちいい。なんかさ、こういう、あ、なんかさ、とか言っちゃう。こういうね、広い銭湯さんとかでいろんなお風呂がある中でこの特別感なんかいいですよね。結構五右衛門風呂とかドランカン風呂ないか、あまり見たことないかみたいな感じの、そういう一人用みたいなの置いてある。なんか知らないけど入りたくなっちゃうんですよ。じゃあこちらの外にあるスチーム塩サウナに入っていこうかな。なんか結構見かけるけどあんまり入ったことないんですよね。新陳代謝が活発化して毒素が排出されやすくなり、お、いいね。疲労回復やストレス解消、健康美肌に効果的です。あ、ロウリュもやってる。早速入りましょう。締まる感じがします。
虫の効果があるって聞くので。結構広いですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 今日の時点でもう11人くらい入れる。すごい。塩サウナって狭いイメージがあって、めっちゃ偏見で勝手なイメージなんですけど、狭いイメージがあって、ね、こんなに広いとなんかワクワク。温泉のそのままの温度で置いてあるぬるめのお湯があります。これも源泉なの嬉しいのかな。初めての感覚。水風呂ほど冷たくないのでヒャッっていう感じじゃなくって、ぬるめの、なんて言うんだろうめっちゃ気持ちいい。ひんやりだ、ひんやり。はあ、さっきまであったかいお風呂だったので気づかなかったんですけど、常温みたいな温度だと。源泉の匂いがすごいわかる。めっちゃいい。この木漏れ日がなんとも言えないですね。ちょっと休憩しようかな。時の風景がめっちゃいいです。こんな休日最高ですよね。もう外から見てください。97.9 度。
かちょっとにしようかな。そして今日は自前のサウナハット持ってきてみました。耳が熱くなっちゃうので。あ、ロウリュウのおかげでブワーって今熱いのが降りてきました。前回私が新橋のライオンサウナさん行かせていただいた時のあのサウナもうめっちゃ暑いなって思ったんですけど、体感同じぐらいですね。めっちゃ暑い。汗をかかない私が汗をかいてきました。気持ちいい。